テオフィロ・アントニオ・グティエレス・ロカンシオは、コロンビア・バランキージャ出身の同国代表サッカー、選手。現所属は、ジュニオール FC で、ポジションはフォワード。バランキージャ FC2006 年、アトレティコ・ジュニオールのセカンドチームである、バランキージャ FC で、プロキャリアをはじめ、カルロス・バッカと並んで、すぐさま活躍し、28試合16得点を挙げると、トップチームに招集された。 アトレティコジュニオールジュニオールでの1年目は、若さや経験値の低さ、ベテランのホルヘディアスモレの、エルディアルカサル、そして年下ながら経験豊富なアルフレード・パンディージャ、立ちとのポジション争いから、初年度は先発出場機会を得るのが困難であったが、そんな中で2007年9月2日の、オンセカルダス戦で、初得点を挙げ4位から2と勝利した。 2008前期リーグでサンティアゴ・エスコバル監督が新たに就任するもチームの残留争いや自身のパフォーマンスの低下からディアスやパンディージャが引き続き起用されたその後エスコバル監督の後任にフリオ・コメサーニャ監督が就任するも状況は変わらず一試合に出場したのみだった2008後期リーグに入るとそれまで起用されていたアルカサル、ディアス パンティージャ3名の低調査から、エメルソン・アクーニャと共にレギュラーをダッシュし、さらにルイス・ヤネスト・マルティン・アルスワガが新戦力として加入した。すると、この半年間で11得点を挙げ、フレディ・モンテーロ、カルロス・キンテーロに次ぐ得点ランキング3位体にランクインした。2009前期リーグでは結出した活躍を見せ、16得点を挙げて、得点王に輝いた。プレーオフでは、 ククタデポルティーボ FC 戦でプロ初のハットトリックを達成し、エンビガド FC 戦でもハットトリックを達成した。2009後期リーグでも、好調差は続き、前期リーグ王者のオンセカルダス相手にハットトリックを決め、8日のボヤカチコ FC 戦で再び、ハットトリックを達成と、計14得点を挙げ、18得点のジャクソン・マルティネスに次ぐ得点ランキング2位となった。 2009年シーズンは全校期合わせて30得点を挙げ、イフスによって、マルク・ヤンコ、ディエゴ・フォルラン、サミュエル・エトーに次ぐ、世界第4位の得点数と認められた。アトレティコ・ジュニオールでは、リーグ戦、計79試合に出場して42得点を挙げた。トラブゾン・スポール2010年1月13日、遺跡金300万ドルで、トルコス・ユペル・リーグのトラブゾン・スポールに移籍した。 2009から10シーズン後半戦は、新しいリーグでのプレイスタイルに馴染めず、一得点も上げられなかった。2010年夏のトルコスーパーカップでは、ブルサスポル相手にハットトリックを達成して、タイトル獲得に貢献し、自身は大会の最優秀選手に選ばれた。数日後のエンケアンカラ牛樹戦では2得点を上げ、さらにスイバススポル戦でも2得点を上げた。 UEFA ヨーロッパリーグ2010から11の本戦出場プレイオフではイングランドプレミアリーグのリバプール FC と対戦しホームでのセカンドレグでは4分に先制点を挙げたが試合終盤に失点して2試合合計1から3で敗退した。テオフィロは健康上の問題を抱えていることを主張するためクラブやシエノルギメシュ監督の許可なしにコロンビアに帰国したが医者の診断では 問題は見つからなかった。テオフィロはトルコに帰らず、対戦相手のリバプールをはじめとした、様々なクラブからの獲得の噂が流れた。ラシンクラブ2011年2月3日、トラブゾンスポールは、アルゼンチンプリメイラディビシオンのラシンクラブからのオファーを受け入れ、2月7日に、同胞のジョバンニモレノと共にラシンクラブへ移籍し、ボカジュニアーズ戦でデビューした。2月26日、 アウェイの CA3、ロレンソであるマグロ戦で初得点を含む2得点を決め、勝利に導いた。その後、チームはクラウスーラ2011で15位と低迷したが、自身は16試合で11得点を挙げ、ハビエル・カンポーラと同点で得点王に輝き、この活躍からファンのアイドルになった。しかし、これとは対照的にアペルトゥーラ2011では、 ピッチ内外の悪行からトップページを飾ることになった。ボカジュニアーズに次ぐニート成績を収め、自身はチームトップの6得点を挙げたものの、出場15試合で7枚のイエローカードを含む2度の警告による退場が2回受けた。また、コロンビア代表でプレー後の翌11日には c a んマルティンデさん不安戦に向けてサンフアンへの帯同を拒否すると、 ボカジュニアーズとタイトルがかかった重要な試合では審判に対し激しく抗議し押したことで退場しさらにピッチから去る際にボカのファンにジェスチャーで挑発したまた抗議の際に唾を吐いていたことも判明するなど物議をかもしたこの騒動に対し AFA はグティエレスに4000ドルの罰金を言い渡した2011年11月30日 シーズン初戦のコパアルヘンティーナベスト64、プリメーラシーのクラブエルポルベニール戦で2得点を挙げ、2から0の勝利に導いた。クラウスーラ2012初戦の4月14日、CA インデペンディエンテとのクラシコでアベジャネーダで、セルフィオペソッタ主審を侮辱したとして退場した。この行為に対し、ロッカールームで同僚の GK セバスティアン・サハは避難し、さらに怪我を負わせ、 仲裁に入った序盤にモレノも負傷させた。これに対し、テオフィロは、エアガンで威嚇したことで警察が仲裁に入るほどに、騒ぎは発展。その後、チームのバスとは別にタクシーでスタジアムを後にした。この事件から2日後、羅針のガストン・コゴルーの会長は、テオフィロはこのクラブでプレーすることはないと発表。これにもかかわらず、チームは、選手の保有権を手放さずにいた。 CA ラヌース2012年4月18日、同リーグの CA ラヌースへコパリベルタドーレスに向け6月までの短期レンタルで加入。同大会ベスト16.1から2で敗れた CR バスコダガマとの第1戦に途中出場でデビューし、続く第2戦でも途中出場すると決勝点を挙げ2から1で勝利した。 二試合合計2から2に持ち込み、PK 戦に突入するも4から5で敗退した。数年前でのトルコの県と同様に、クラブの許可を得ず、5月16日に代表召集のためと狩りへ向かうも、実際には召集されていなかったことが判明。これに激怒したニコラスルッソ会長は契約解除することを発表した。アトレティコジュにール復帰2012年8月30日。 ラシンクラブは、アトレティコジュニオールと300万ドルで6ヶ月のレンタルに合意したと発表。2012年後期リーグ第3節のデポルティーボパスト戦で、ダイロモレノのアシストで移籍後初得点を決め、次のデポルティーボカリ戦で2得点目を記録した。クルスアスル2012年12月、同胞のルイスペレアと共にメキシコプリメーラディビシオンのクルスアスルへ3年契約で移籍。 1>, 1月26日、2013年後期リーグ第4節、自身出場2試合目となる、プレブライフシー戦で、初得点を上げ3から0とし、最終的に4から0で勝利した。スポルティング CP2015 年8月、リーベルプレートより完全移籍にて、スポルティング CP に加入。23試合出場11ゴールの成績を残す。 ロサリオセントラル2016年8月に、スポルティング CP より、アルゼンチンの CA ロサリオセントラル1年間の期限付き席にて加入。2009年8月12日、アメリカヒューストンで行われた、エルサルバドル戦で、コロンビア代表デビューし、1から1となる代表初得点を決めた。9月5日、メデジンで行われた2010フィ f ファワールドカップ。 南米予選、エクアドル戦で公式戦初出場を果たし、2から0となる得点を、ジョバンニ・モレノのアシストから挙げた。エクアドル戦から数日後のウルグアイ戦では、先発出場したが、後半途中に退場処分を受けた。6月6日、エルナンダリオ・ゴメス監督の下、アルゼンチンで開催されるコパアメリカ2011に、向けたメンバーに選ばれたが、出場はなかった。 2月29日、マイアミでのメキシコとの親善試合に向け、ホセペケルマン監督に交代後発招集された。ありがとうございます。